6分間の股関節のストレッチです。はじめは正座で行っていきます。手のひらを少し前について骨盤を左右に動かしていきましょう。ご自身のペースで行っていきます。余裕がある方はお尻を床にストンと下ろしても OK です。あと少し続けていきましょう。さあ次は膝を立てて片足ずつ膝を内側に倒していきます。しっかりとお尻を床につけた状態で膝を内側に倒していきましょう。動かさない方の足はしっかりと安定させておくことがポイントです。無理のないようにご自身の倒せる範囲で行っていきましょう。さあ次は四つ這いで足は骨盤幅、膝下は軽く中心に集めておきます。手のひらでぐっと床を押しながらお腹に力を入れて動かしていきます。この時に腰が反りすぎたり丸まりすぎたりしないように座骨を真後ろへ引くような意識で行っていきましょう。さあ次は四つ這いから骨盤を左右にスライドさせていきましょう。手のひらでしっかりと床を押しながら骨盤を左右に動かしていきます。骨盤に股関節をはめ込むような意識で行いましょう。そうすることによりお尻の筋肉もストレッチされます。腰を反らないように注意しましょう。さあ次は片膝を曲げてもう片方の足は伸ばして準備します。軽く手を前についてかかとの上を通過するように骨盤を動かしていきましょう。股関節だけではなくお尻のストレッチ、そして伸ばしている方の股関節の付け根あたり腸腰筋がしっかりと伸びていきます。ご自身のペースで続けていきましょう。次は反対も同様に行っていきます。ゆっくりと行っていきましょう。余裕がある方はお尻を床につくところまで下ろしてください。腰が反りやすい方は軽くお腹に力を入れて動かしていきましょう。さあ次は片膝をついてもう片方の足は伸ばして準備していきましょう。股関節を折りたたむようなイメージで行っていきます。この時に腰が反りすぎたり首が落ちたりしないように首の後ろから尾骨までの背骨の縦の引っ張りを意識しながら行っていきます。骨盤が傾いていないかチェックしながら行ってみてください。さあ次は反対も同じように行っていきましょう。座骨を斜め後ろに軽く引いて股関節を折りたたむように使っていきましょう。しっかりとお腹に力を入れた状態で動かすことがポイントです。
最後は骨盤をしっかりと立てていきます。この動作を行うことによって股関節がうまく使えてお尻にスイッチが入りやすくなります。最後は両膝を立てて股関節を動かしていきましょう。イラガナのクをイメージして動かしていきます。上体を前に倒してしまうと股関節の動きではなくなってしまうので、しっかりと股関節を折りたたむようにして上体が必然と前に倒れる意識で行っていきます。あと少しです。はい、ということで、今日は股関節メインで行っていきましたので、お尻にスイッチが入りやすくなると思います。やはり前ももがねパンパンな方はどうしても関節が少し使いにくかったりするので、関節、足首をしっかり使えるようにしていくと、この3つの股関節と膝、足首のこの3つの関節の連動、つながりがうまくいくと思います。なのでまずは股関節と足首を上手に使えるようにするということは、すごくそれで変わるのではないかなと思います。とりあえず1ヶ月は続けて行っていただきたいです。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。